はい、ということで一応言います。2021年1月7日高難度いきなり来ておりまして、とりあえず初戦黒子台めっちゃ苦戦してクリアしまして2戦目いきますということで、あの1戦ずつ区切っています。やっぱ長いんで、こっからどう予想します。最後がね、あいつ名前出てこんな、お前何だった、なんとかブリザード何だった、あれ名前出てこんな、まあいいわ、わかるでしょ、わかるでしょ。それでその前がヒュンケル、ここどうだろう、ハドラーかな、とりあえず行ってみましょう。ドン、さて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 、どちら様が出てくるでしょう。あ、ヒュンケル軍団ってことは何、次ハドラーかな。ここは楽できるだろう、ここ楽できるはずなんで、とりあえずこれは、あ、もうあれか、変更したまま来とるか。 OK、 じゃあそのまま行きましょう。変更したまま来とるなら割とやりやすいじゃないかな。怒りました。どっちやっていくだろう。絶対っすか。ここは楽できるで、黒く苦労した分。これルカに入るだろう、多分。入らんかな。どう？入らんね。入らんね。聞かなかったか、ヒュンケルって。ヒュンケルってダメだったかな。あれ、ヒュンケルってダメだったか。あんたあれだろう、なんか、他の敵となんかごちゃごちゃにバジっとるだろう、多分。ここは多分楽できると思います。せっかく当たったピックアップを。あ、こっち強い設定にしてあるんだ。ああ、そうだね。ああ、でも全体的に強くしてあるな、これ。鬱陶しいことやりやがかったな。じゃあ、いいよ。スカラーかけといて。これでまあ、そのまま攻撃していきますわ。うん。別に小細工出して、そのまま。ベタン持ってこい、あれか。初戦のベラゾーマで楽できるってとこあるか。あれば、でも後から持ったらクロコダインからやってもどうだろうな。ここは絶対楽できるはずなんだけどな。もう後はいいはずだよ。お、入るね。でかいな、これ。え、でかいぞ、これ。お、お、150でバレたな。ヒュッケ強いね。素直に強いって、まあもともと強敵の時も強かったもんな、あれ。これは無理に弱くしてある感じで、あの足払い結構 こけるんだよな、あのほこらで結構こけるもんな。回復して全体的にやっぱあれだね、状態以上キーだね。ここは楽できるぞ、マジで。あれ、あいつあれだな、混乱しとるくせになんかあれか、避けやがったんか。ベタ打って、バトバスはあれだな、燃費だけだな。体力もやっぱあれだね、低めだね。7掛け、8掛けぐらいだろうね。ここらよりどんなもん近いぐらいじゃないかな。これは、じゃあやることないって、そうだね。そうだね、スカラでもかけとっか。火力名が一番怖いで、ヒューケルで、ね。ブラッティでどんなもんガッツー来るだろう。500ぐらいボッコー来るかな。ドルマ体制はなかなか盛りにくいでね。まあまああれだ、ダメージ減っとるとこ攻めてくるな。まあいいっすよ、いいっすよ。あの、ケイジャーとか早いんで、ザオラルリレーでとりあえずしますとして、うん。とりあえずリレーをさせてくださいって、これ打ってて、打ってきまして、これも打ってく、打ってて、これで、それでリレーしまして、ザオだもんな、こいつは。で、パラディに回るんで、それで、あれ？ちょっとタイム。あれ？予定が未定なんですけど。予定が違うんですけど、先生。先生、予定違うんですけど。予定違いますね、これ。おかしいですね。違いますね。違いますから、あ、じゃあもう素直に起こしてきます、うん、素直に起こします、起こします、起こします、素直に起こしまして、起こしまして、あれだな、スマホのバッテリーもやばくなってきたな。マイク大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。ということでこれ回復だね、回復回復、素直に回復、回復して、回復して、あ、順番があれだったな、パラディとか遅くなるんだな。これを攻撃していくわ、素直に。うん、攻撃していって、一人落ちまして、落ちまして、これ回復して、あかんな、これ、賢者とパラディとちょっとあれだな。
連携ができてたよ。うまく転ばしやがったな、私のメインアタッカーを。やりやがったな、これ。ありがとうございます。あれだな、素直に強いな、痛恨だ。うん、まあ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 。これでずれるんだもんな、ケイちゃんでいくと。コロントロだ、まあいいわ。いや、これ、素直に道具使って起こして、パラ起こして、ここのあれだな、スピード調整も行くわ、まあこれ。これできてないわ。間に入ってくれるなら遅くなった方がいいわ、うん、素直に。これでパラに回るってことか。ああ、そういう風か、そういう順番なんだ。かんで、これ。これはちょっとあれだな。次やるならここちょっとあれだね。課題だね。足払い地味にあれこかすってめんどくせえもんな。これじゃあ、そのまま攻撃して。そっちあれか、全体、あ、二人になったでかな。そういうことだね、多分。回復して、次も回復だね。あ、そうか、これ。わかった。微妙なんだ、多分、パラディンとさ、ヒュンケルとあれと。なんだね、これ。今、先行したもんね。え、あの感じで行くと思ったんですよ。そんなでなり、世界中じゃないけど、蘇生とか使わでいいと思ったんですよ。まあ、間に合うだろうなって。普通のタイミングだとさっきのなり、やられかけた時、バトバスとかでね、蘇生させようかなと思ったんですけど、あ、そういうことで、これダメだね。まあいいや、オートで行くわ。まあ自分攻撃して起きてくれると一番いいんだけど、それで、あ、起きたね。これもじゃあ素直に起こす。素直に起こして、うん。あ、そういうことで、順番的に今は入るんだ。ヒュッケルが間に入ってくるのがめんどくせえもんな。っていうかこれあれだね。やってみて思うけどさ、個別に体勢を取れって結構辛いよね。ここだとなり、ヒュッケルに全部体勢合わせやいいっていうわけじゃないもんで、私の場合だとこれ完全になり目線が最後ってこう言っとるもんでさ、それがあれだね、なかなか起こしますよ、当然。起こしまして、回復しまして。そこがなかなかあれだな。ああ。いやだってこんだけ世界中とザオラルとか使っとるの結構というか苦戦の部類ですよこれ、うん、実際にでもこれ分かっとるとあれだよな。初戦のさクロコダインは眠り打ちとか要はラリホー系とやっていけばまだ何楽はできるからそれで抜けて魔法でいくって言ってもあるけど、あ、ドルマの魔法でいくとかって何がありなんじゃねこれ。ラリホーをさやらせれるようにしてさって思うんですよね。そしたら、初戦のクロコダイン、ラリホーでデブラして、ドルマ良かったかあれって。耐性だよな。あかんか。あ、でもあれか。ゴシパラとか持ってきゃ、シャドウ打てるもんで。別にラリホーで眠っとるのはあれだもんな。そんな、超、効力、火力でいかんでも多分いいよね。っていう風じゃないかな、多分。って思うんですけど。え、今のね。ただ問題は、これ、あと二人残しとるから、ハドラーとおそらく、フレイザードじゃないの。ハドラーがあれドルマで引っかかるよな。あいつ何が良かったんだったか。なんかあれ確かなんかなかったかな。だかうまくなんか穴じゃないけど全体の盲点つけるやつなんかあるはずだと思うんだけど、魔法ででもラリホーありじゃないかな。実はゴシパラ軍団とかで魔法戦でもあれが使えるのかわくよね。影縛りがないのはいかんけど、あ、そっちのあれかな。火力的にあと足りるか耐えれるかっていうとこはあるけど、そこら辺がどうかってとこだね。てか普通に強いもんね、マジでね。まあいいよ、素直に起こしてくる。これは素直に起こしまして、石灰獣の歯を、魔法性行こうか。魔法性行ってこれ回復して、だってこれだけど、ほんとあれだよ。めっちゃ苦戦しとるよ、これ、どう見たって。500か。なかなか火力あるな、これ。いや、いいよ。何遍でも起こすよ、そんなもんは。起こして、しつこいけど起こして、回復して。こいつは状態異常があれだもんね。影縛りなどみしかないもんね。ダメージがあれだな。魔法性起こすよりパラ起こした方がいいか、これ。パラ起こすわ、パラ起こすわ、これは。なかなかあれだな。
はあ、まあだから面白いってとこあるんですけどね、素直にね。うん、それは回復して、これでパラどうだろう、順番的に。回ってくるか、回ってくるか。まあいいや、一回回復しようだったら。ザオラをしたかったんだけど、これ多分次攻撃しちゃうもんね。なかなかでもあれ強いで、普通にで。ばらけた体勢は難しいな、これ。状態異常もあるし。まあ、なかなか世の中綺麗にいかんということで、これはいいよ、そのまま打ってって、回るかな、あれが。あれだな。ギャンブルになるもんだ、賢者からパラディンとこの回すと。これは素直に回復していくわ。うん、本当はやっぱ一番でアタッカー、バトバス起こしたいんだけど、先に来ちゃったらあかんわ。来なあかん時に来てあれなんだな。来てほしくない時に来るから結構曖昧なんだろうな、スピードが。これでじゃあ賢者で起こしたいんだけどな、じゃあ魔法戦でちょっと待ってくださいよ。魔法戦で魔法戦で起こして魔法戦で起こして魔法戦で起こして、それでギャンブルしてみるわ、いっぺんこうやってギャンブルした時にあれなんだろうな。さてどうでしょう。あ、よかったね。怖えな、このギャンブルはな。怖えな、このスピード中は結構あれだな、ネックだったのな。でもスピード順通り行ってもあれだな、これ。いやー、ブラッティーってあれだな。ブラッティー絶対誰か落ちるな、これ。そうだね、絶対落ちるぐらいなっとるな、これな。これで、ファイヤー打っていくわ。落ちる可能性はあるな。回復して、まあでもこれぐらいあれだね、なかなかじゃないけどね、歯応えないとね、うん、ここに標準合わせると他のとこはワンクなるしね。ブラッティって落ちるな、これな。落ちるね、落ちるね。ザをしといて、あ、そうかそうかそうか。いや、これギャンブルしんほうがいい、ギャンブルしんほうがいい、ギャンブルしんほうがいい。これあれだ、絶対ギャンブルしんほうがいい。で、こっちの方がいい。あの、信用してないっていう意味で、これもそのまま打っていく。いや、いいね、このなかなか綺麗にいかんところが。うん、いや、これ楽しいわ、素直に。今まであれだもんね、こんだけ、あ、そうだな、道具使ったことないもんな、ということで、とりあえずまあ区切っていきます。私の様子はおそらくハドラー、それからフレイザード行くんじゃないかということで、はい、ということで、そんな感じ、終わりー。